で物語っていうのはたかが知れたものだが僕たちにできることっていうのは、うん、そういった人を、うん、ありようを変えてしまうことを、うん、ちょっとずつちょっとずつ積み重ねて、うん、物語を紡いでますみたいなことが書いてありますね、うん、で本当の僕とは何だろうと、うん、問いかけに戻ろうと、うん、カキフライについて語ろう。あ、ここはもう読まなくていいかな。ここはぜひこの本を手に取ってですね、はい、皆さんは、うん、村上春樹がカキフライとの間でどんな関係があるのかっていうのを読んでいただければと思います、うんうん、はい。ただまあそのちょっとずつちょっとずつなんでしょうね。なんかなりたい自分に、なりたい自分もまあ本当変わるんですけど、はい、はい、要は体調の前では言いにくいんですけど、うん、本当の自分はあるのかもしれないんですけども、うん、まあ本当の自分は、はい、そんな言葉で表せるほどシンプルなものじゃないってことですよね。複雑で、そうですね、うん、そんな語れるようなもんじゃないし、要は、うん、迷いがなく、うん、これですって出せるものって何っていうことだと思うんですね、うんうんうん、はい。で、まあ、それが少しでも楽になれるように、もしかしたらその類型論とかがあって、うん、僕はこういう人ですっていうサンプルみたいなものができるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、多分そういうのがいろいろなんじゃないですか。世の中にある宗教もその一つだし、はいはいはい、うん、あ、まあ、そっか、カテゴライズされたものの中に入っていくっていうことですね、うんうんうん、まあ、こういう類型論的なものもそうだし、はい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 、占い的なものとかも、はい、うん、自己啓発とかも、ただまあその、うん、それをなんて言うんだろう、悩まなくてもいいっていうのも変なんですけど、その本当の自分を探すために探す、うん、なんて言うんだろうな、もう本当の、要は本当の自分なんか探しても見つからないって話。あ、うん、そうだと思います。それはそうだと思います、うん、はい。だからそんなところに力を費やしてもしょうがないよねって話ですよね。あの、うん、なる、うん、本当のなりたいものになるはあると思うんですね、うんうんうん、ね、本当そこそ, そこですね、うん、はい、このゴールがあってそこに向かっていくわけじゃないって話じゃないですか。本当の私があってみたいな、はい、そこに向かってこう進んでいくわけじゃない、そういうことなんでしょうね、うんうん、はい。でそんなものがを探したところで見つかるわけもないし、はい、うん、だとは思うんですよね。でそれをあるよって言ってる人がいたら、うん、要注意だってことだなとは思ってるんですね、うんうんうん、でも、まあ、多分この選択肢が無数にあるって話じゃないですか。選択肢はだから難しいんですよ、うん、そうそう、はい、でそこにこうシンプルなのを持ってくると、はい、みんなそこに飛びついちゃうみたいな。一瞬気持ちいいでしょうね、うんうんうん、はい、なんかやりやすくなるじゃないですか。だってやることが決まってるんですもん。そう、これをやればいいんだよ、あなた幸せになれるんだよって言われると、はい、じゃあそれをやろう、あ、簡単簡単ってなるので、はい、多分飛びつきやすいのが、まあ、宗教みたいな、カルトですね、うん、はい、でそこを、まあ、小説にしても何にしてもいろいろ使ってはいるんだけどって話ですよね。小説とか、まあ、うん、あの僕が今一生懸命見てる、うんうん、僕らのヒーローアカデミアも多分そうですよね、うんうん、はい。でそのまあ多分現実もそうですよ。ビジネスでも、はい、あとはこれを使うと健康になれますよとかっていうのもそうじゃないですか。うん、で恋愛もそうですよ多分。ああ、っていうのを、まあ、悪用しなければ、まあ、別に問題はないみたいな。あ、ちょっとここも読んでいいですか。はいすいませんね。オウム真理教ではないが、うん、ある大きなカルト宗教にのめり込んだ経験を持つ男性から、うん、村上春樹さんは以前手紙をもらったことがあると、はい、彼らのそのカルトの修行場のようなところに入れられ、うん、外部からは全く遮断された生活を送っていた、うん、経典以外の本を読むことは厳しく禁止されていた、うん、彼らは信者がフィクションに触れることを一切許可しない、うん、虚構のチャンネルは一つしか必要されない、まあ、当然ですよね。カルトがそこに閉じ込めようとしたら、うん、その虚構は虚構として認められるのはカルトのものだけ、うん、はい、しかしその彼は村上春樹さんの書いた世界の終わりとハードボイルドワンダーランドという小説を
こっそり隠し持っていて、うん、人目を忍んでそれを毎日少しずつ読み続けていた、うん、でいろいろな大変な経緯はあったが、うん、長い時間をかけてなんとかそのカルトの精神的束縛から抜け出すことができた、うん、今では現実の世界に復帰して普通の生活を送っている、うん、まあ、現実の世界っていうのは多大なインフォメーションの中で正解、うん、どれが正解なんだっていうのが分からない社会ってことですね、うん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 、どうして毎日すがるようにその世界の終わりとハードボイルドワンダーランドを読んだか、それはうまく彼にも説明できない、うん、しかしその本を読み続けていなかったらあそこからうまく抜け出せたかどうかはわからないと書いていたと、うんうん、それは小説家である村上春樹さんにとっては大きな意味を持つ手紙だったと、うん、僕が書く小説が優れていると主張しているわけではないと、うん、ただそれはある特定された場所において、うん、ある特定の有効性を持ち得たと言っているだけ、うん、しかしでもそれでも小説家としての事実はそれを喜ぶと、うん、ある意味村上春樹さん小説家っていうのは、うん、物語という装置をめぐる長い厳しい戦いを続けているのかもしれないと、うん、彼らイコールカルトは、うん、とてもシンプルで直接的で明快な形を持った強力な物語を用意し、うん、そのサーキットに人々を誘い入れ引き込もうとすると、うん、それは有効性という点からすれば極めて有効な仮説であると、うん、そこには不純物などは一切介在しない、うん、理論に異議を唱えるファクターは、うん、貝の砂抜きをするみたいに最初からきれいに巧妙に排除されている、うん、理論理屈はそれなりに一貫して通っている。迷うことも悩むこともない、うん、そこでは全ての疑問は解かれている、うん、もし解けていないものがあるとしたらそれは解くための努力があなたに足りないということでしかないと、うん、さあ努力しなさいと課題が与えられる、うんうん、努力すれば努力はその社会の中で正しく報われる、うん、閉じられた輪は閉じられているがゆえに不要物を排除されているがゆえに即効性を強く持っている、うん、で、ただそれに比べると我々小説家が提供できる物語は、うん、たかだか知れたものだが、うん、どこかで有効性があるよねみたいなことがちょっと書かれていてですね、うん、その自分があるっていうことの危険性、あ、なんて言うんだろう、答えがあるよ、うんで言ってる場所があるんだとしたら、うん、疑っていいですよね。それはそれは分かんないですよね。あ、で隊長のその分かんないっていうのは、うんうん、あるかもしれないから分かんないと言ってる、うん、とそうではない、まあ、要は悪用するから良くないって話ですよね。そうですね、うん、なるほど、うん、なるほど。お釈迦様が言ってたみたいな、はい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 、うん、みたいな話だと、うん、別に悪用も何もないわけじゃないですか。そうですね、うんうん、ただ僕はなんかこの自分が今迷ってるじゃないですか、うん、いろいろ悩んでるじゃないですか、はい、もう選択肢は多いし正解は分からないし、うん、幸せかどうかって言われると幸せだけど幸せじゃないし、うん、楽しいけど楽しくないしみたいな、うんうんうん、これがずっともうギュン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 触れてるんですよね、うん、毎日毎日、うん、僕らは鉄板の上で焼かれて大変なんですよ、はい、っていう時にこれを読んで、うんうん、ちょっとだけ楽になったんですね、うん、まあ、正常だなって、これが悩まなくていいって話ですよね悩まなくてもいいし、僕の場合それは、うん、悩んでるそれが普通だよって言われた方がちょっと楽なんですね、うん、その、まあ、どうせ見つからないものだから、あ、うん、それ、うん、それです、うん、はい、っていう感覚が、はい、多分僕はもともとある。なるほど、うん、なんか自分本当の自分ってなんだろうなって考えたこともない。あ、僕もね、なんかね、うん、考えたことがあるかって言われると、うん、考えたことはないんですけど、うん、その本当の幸せとかって言うじゃないですか、うん、だから本当の幸せとか考えたこともない。ああなるほどね、うん、本当の自分じゃなくて本当の幸せも考えたことがない。考えたことがないですよ。なるほど、うん、そういうことなんでしょうね、うんうん、で、まあ、正解があるって思ってるから、はい、正解じゃない自分に対してなんかストレスを抱えるわけじゃないですか。
あのね、そう、基本ね、うん、あの二項対立なんですよ、うんうん、で矛盾する、矛盾が発生するわけですよね、うんうんうん、で自分で本当の自分ってなんだとか本当の幸せってなんだみたいな、そう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 、そうでこうループするわけじゃないですか、うん、するね、うん、でも、うん、まあ僕の中ではその、うん、考えなくてもいいのね、うん、違う違うんだって、そっか、うん、本当の幸せも本当の不幸もないっていう話ですもんね、本当のって言った時点でって話ですもんね、はい、そんなの本当かどうかも分かんないし、うんうん、でなんかねこれを、うん、今のこれを幸せだよっていう向きもあるじゃないですか、はい、それが本当っていうことでいいですかねそれが本当ってするから悩むんですよ、本当にこれで俺幸せなのかと思うわけじゃないですか、あ、なるほどね、うん、本当なんてない、ない、はい、なんかこのサナさんの答えなんてないっていうことですね、うん、まあ一家ですよ多分、そう、まあ一家も時々出てきますよ、うん、で多分常時まあ一家ですよ、まあ、ここはね戦いですね、うん、でもまあね、これを保つためにな、確かに物語があるのかなと思ってます、うん、で特に僕が今、あ、僕っていうか多分そういう人には物語なんじゃないですか、うん、あのもう宗教にハマった人とかアニメも含めて、うん、僕は多分生きていくのに物語を欲している、うんうんうん、いろいろな、うんうん、で、あ、そうだよねと思ったり、うん、そんなのねえよと思ったり、うん、だからそんなのねえよもねえって話ですよね、きっとそうかもしれない、あ、しそうじゃないかもしれないそういうことですね、まあ、そんなもん、あ、そういう人もいるかもぐらいの、うん、緩くでいいんだと思うんですよ、